演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。業務スーパーのオートミールを使ってオートミールのシチュー風を作ってみました。シチューというかグラタン風というかそんな感じですね。いかにはこういう大食いってなんか久しぶりにやる気がするな。ちょうどいい感じでとろみがついて美味しそうですね。オートミールを入れるとちょうどいい感じについてくれます。薄力粉とか小麦粉とか、あ、いや片栗粉とか一切そういうの入れなくてもいい。具材として白菜と人参もいきます。まあ本当はいろいろ入れたいんですけどね。ではいただきます。いえ、あなた自身にはあの味はついていないので、周りの皆さん次第ですかね。まあ食感もいいですけど。ごちそうさまでした。で、今回このオートミールというものを初めて食べたんですが、オートミールはコーンフレークみたいな味なんですけど、コーンフレークみたいにそのまま食べるようなものではないということは、こんな風にレシピも書いてあるので分かったんですよね。で、このレシピはおかゆのレシピが書かれていたんですが、で、ここにたまみって書いてあるんですけど、ちょっと見えにくいですけど、で、YouTube の動画とか見てても結構そういうオートミールおかゆにしてとろみがついているのを見て、それでちょっとシチューやグラタン風にしたら美味しいんじゃないかなと思って作ってみたんですが、今回初めてオートミールというものを食べてみて、オートミール自体は特に味はなかったですね。なので周囲の味をうまく吸収してくれると そう思いました。白菜や人参食べていくうちにだんだんチーズとか欲しくなっちゃいましたね。ちゃんと準備しとけばよかったな。あとお肉とかもきっとよく合うと思います。オートなので今回はこのオートミール単体として食べたな考えた場合には程よく感じてくれますが、これ団体にはおそらく物足りない、あくまで周囲の手助けがあってということになると思いますので、こちらの点数とさせていただきます。もうちょっと味付けのオートミールとかも出てきてくれたら嬉しいかな。食べてみたい。それで風鈴を木で作るかな。自然的に木で作った風鈴、なんか風潮はありますけど、自然的にはどうなんでしょう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。